セルフジングル。こんばんは。今日は何日だ10月5日、手あげてないですよ手。あ、そう。あのなんか私のジェスチャーにスタッフさんが反応して呼ばれた気がしたっていう、呼んだ気がした。はい、呼んでないですけど。というわけで気を取り直しまして、10月5日43回目の開店となりました創造屋でございます。週の始まりの終わり、いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、姉妹作家の店員でございます。ここは毎週月曜日の21時から22時の1時間だけ明かりが灯るラジオの中の工房、スペーステディオ創造屋。今夜出会ったお客様であるあなたと共に過去を知り、今を知り、未来を創造していきます。この番組ではメッセージを募集しています。あなたの想像をお聞かせください。メールアドレスはすべて半角で797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でございます。また番組公式ツイッターへ DM かリプライを送っても大丈夫でございます。オンエア中はツイキャスのコメントも随時読んでいきますよ。それからラジオでは入店できないというお客様、この番組はツイキャス、YouTube、リスラジの方で映像と音声を配信しています。やっほー、今日は映像は腕、手しか見えない感じかな。FM ギノワのホームページからこちらチェックしてみることができますので、そちらでもよかったらお楽しみください。また番組公式ツイッターでは私店員がオンエア情報などをいっぱいつぶやいております。カタカナでソウゾウ、伸ばさずにソウゾウ、やは屋根の屋でソウゾウやと検索すると、番組名フルネームでスペーステューディオ創造屋という名前がついた公式アカウントをすぐ出てくると思うので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。というわけで1週間ぶりですね、10月に入りました。なんか9月がとても早かったような気がしますが、皆さんはいかがですか？店員さん的にはとても早かったな。そしてもう学校が始まりましたね。大学の方が現実なんかだったからかな。なんかこの9月までお休みだったので、なんだろうな、ずっとゆったり好きなことをする時間が約2ヶ月あってからのこの10月だから、でまだ全然学校はまだまだなっていうんですか、授業1週間もまだ受けてないので、10月木金しかまだね平日ないので、あ、今日は月曜日ですけれども、だからなんかね、まだそんなにうわもう授業がしんどいみたいな、あーやっちまった、授業多く入れすぎた、やばい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 、もうやむ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 みたいな、今までのあのぐーたらしてた時間って大切な時間だったんだなみたいな、そういうとこまではまだ行ってないですよね。
あれも結構ね、この後期の授業は結構多めに入れて大変な日とかもあったりするのでね、頑張っていこうと思うんですけども、 なぜか9月は早く感じたな。なんでだろうって言ってしまえば8月も早かったんですけど、自分8月の、そうだよ、8月の初めに成人式の前撮りに前撮りをしまして、もうあれから2ヶ月経ったっていうことですよ。うわー、年老いたびっくりした。今ちょっと実感して年老いたなと思ってしまいました。やば、ちょっと、ええ9月、8月9月って師走じゃない、師走かなんかそういう月皆さんの中にもありませんか。12月がまあ基本的にねそう呼ばれてますけど、師走って、まあ、確かに12月は他の月よりもめちゃめちゃ早くは感じます。年末まで早いし、なんかこうクリスマスからの大晦日の流れが特に早いような気はするんですけど、でその後年始始まってお正月とかでまたバタバタするし、あの時間めちゃめちゃ早いですよね。なんか店員さん的には1月末まで師走だったりするんですけど、師走みたいなことが多いんですけど、なんか皆さんの中でも多分人それぞれ違うとは思うんですけど、この月も師走並みに忙しいべみたいな、忙しいっていうかめちゃめちゃ早くすぎんみたいな月多分あると思います。店員さんは結構ね、他の月でも今月マジ師走みたいな感じる時が結構ある。そういう時は師走だよね、師走だ師走だ、そうだそうだそうだ、だから忙しいんだみたいな変なテンションで乗り切ってますよ何の話をオープニングにしているのかはよくわからないですけど、今日の創造テーマの発表いきましょうかね。今日の創造テーマが変化でございます。変化ですね。まあ最近ね、結構こう四季についての創造テーマが多いような気がして、ちょっと変わっ、なんていうの、違ういろんな季節以外の創造もできるような言い回しの創造テーマにしてみました。変化でございます。で、まあ、一番最初に思い浮かんだのは、まあ、ちょうどもう今最近もう夏から秋に変わってきてるなっていうところから撮ったんですけど、夜は涼しかったりとか、まあ、今日お昼とかめちゃめちゃ天気ちょっと外出てたんですけど、昼とか全然暑いけどね、まだ夜は夜風がね涼しくて心地よかったりだとか、ちょっと寝苦しさがなくなってきたりとか、あとはこのこうも何イオンとかデパートに行くと、ショッピングモールに行くとアパレルのお店はもうお洋服が秋物冬物とかが出始めていたりとかっていうのに関してもそうですし、あとは食べ物の旬とかが変わってきたなとか、あとはね、まあ、そういう季節系の変化の問題から、あとはまあ自分自身のね心境とかの変化も結構10月は多いんじゃないかなって思います。なんか4月とか1月も結構何かいろいろ物事がね、仕事に関してもそうですけど、仕事とか社会情勢とかなんか変わったりしていきがちですけど、10月も結構変わるところ多くないですか。例えば税金がね変わったりとか10月からしてますけど、なんかすごいびっくりして、最近ちょっとドンキに行った時にタバコを箱で買えませんかみたいなコーナーできてて、すごいちょっと怖かった、これまとめ買いして、これいつ毎日吸ったりする人はこれ一箱どのぐらいで消費するんだろうなとか思うと、ちょっと怖いコーナーが出来上がってたり、そういう変化ですとか、あとはまあこう季節の移り変わりでね、こう移り変わる瞬間結構ちょっと自分の体調面がいろいろ変わってくる人とかも結構自分の周り多いんですよね。体調崩しやすいとか、そういう自分の体の変化とかでもいいし、心境の変化、何か10月から例えば店員さんの場合だと
もう10月、いや多分6月ぐらいから考えるんですけど、10月だと、からだと特にもう今年までにやっておきたいことはもうやっておかなくちゃみたいなテンションに10月から変化してくるかなと思います、みたいな感じのいろんな皆さんの変化ですね。もしくはこれもまた店員さんの話になるんですけど、昼全然暑いので、秋になったね秋になったねって店員さんめっちゃ言ってますけど、あの昼全然あの変わらずアイス食ってますみたいな変化してない、まだ全然変化してないこうこととか、あとはもうこれはもう年中変わらずっていうか昔からずっと変化せず自分の中にあるものとかの話でも全然構いません。今日の想像テーマが変化でございます。それからですね、この後リクエスト曲をオープニング後にお送りするんですけれども、その後 CM 挟みまして、でもう一曲リクエスト曲お送りしようかな、した後に、コーナー行きます。ピックアップマテリアルズでございます。このコーナーはですね、店員さんがおすすめのマテリアルズ素材をピックアップしまして、それを、お客さんの皆さんと共有することで素材を使って新しく何か想像するっていうコーナーなんですけれども、最近はおすすめのアーティストであったり店員さんの見つけた曲とかを素材としてピックアップしてお送りしているのですが、今日はですね1曲、素敵な曲をですね、あの YouTube さんが教えてくれたので店員さんの YouTube のおすすめ欄に出てきて、なんじゃこりゃみたいな、なんか歌詞の紡ぎ方が面白いっていう曲があったので、それをお送りしていこうと思います。お楽しみに。というわけで、リクエスト曲に行きましょう。何流そうかな。今日結構ねリクエスト曲をいただいているのですよ。ありがたいですね。悩むな。しかもね結構店員さんも聞きたいっていう曲が結構あるんですよね。どうしようかな、どうしようかなあ、これにします。はい、というわけでリクエスト曲いただいたのが進撃のめいちゃんさんです。ありがとうございます。店員さん実は真面目って言われたくない正規さん、お疲れ様です。今日も進撃のめいちゃんですということでありがとうございます。今日は年に1回の健康診断の日、異常はなくて本当に良かったです。あ、それは良かった。健康診断後はたらふく食べてしまいました。あるあるですね。あと気になってるのは月一恒例のリクエスト祭りはいつ開催しますかということで、そうなんですよね、だいたい月の一番最初に、例えば今月ですと今日リクエスト祭りとかが定番なんですけど、すっかり店員さん忘れて普通に今日なんかあの店員さんの中のテンション10月の2週目ぐらいのテンションだったので普通にテーマを発表してしまって、まあまあ今月1回はあるんじゃないですかね。とだけお送りいたし、あの伝えておきますということで、進撃のめいちゃんさんからのリクエストです。桑田佳祐で波乗りジョニー。ソングめっちゃいいな、波乗りジョニー好き。ツイキャスの皆さんのコメントを読んでいきましょうか。ハルさんが一番乗りですかね。こんばんはということで、いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます。ゆっくりしてってください。カシーザーさんもいらっしゃいませ。5日で会ってますよね、よかった。あのめっちゃカレンダーガン見してるんですけど、あの店員さんのスケジュール帳ってあの月曜日が一番左側にあるんですよ。土日が一番右側にあって、だからですそれで見慣れてしまってるんですけど、でもこのスタジオ内にあるカレンダーがあの
日曜日始まりなんですよ。一番左が日曜日で、ちょっとそれを言い訳にしてしまうのは良くないけど、それで毎回毎回ね、あの目を凝らして、え、4日って言おうとしてしまって、5日だよね焦ってしまいました。桑田佳祐さんも歌詞すごくいいですよね。なんか難しい言葉も、うまく紡ぎ合わせてるっていうか、そこが好きってなりますね。きっとなんか本とかすごい読んでるんじゃないかなと思って。ココナッツウコンさん、いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。店員さんこんばんは。今日の絵はおたまじゃくしですねよかった。そうです、そうです、そうです。よかった、伝わってよかった。なんか今日いい感じじゃないですか、このあの今日のイラスト自分も結構気に入ってます。関さんにもあの伝わったし、今日いいねって言われたんで、よしよしって感じですね皆さんにも伝わって嬉しいです。昨日あの前回はね、本当ひどすぎて、私も含めて全員が疑問に思うイラストやばいわ。大学は9月まで休みだったもんね。そうなんですよね。なんかあんまり、結構店員さんは自粛ばっかりしてたので、なんかどこかに行ったりとか旅行に行ったりとかそういうことはなかったので、そんなになんかすごい夏の思い出があるわけではないんですけど、これはこれで楽しい夏休みではありました。なんだかんだ別になんか誰とも会わず、家族以外と会わず、なんかもう引きこもりっぱなしってことではなかったので、そんな辛いこととかなかったかなと思いますけど、でも旅行とか行きたかったなっていうのはありましたね。気持ちね、年取るともっと時間の流れ早く感じるよって。聞きたくねー聞きたくねー。だって店員さん多分どんな時も時の流れ早く感じてるんですよ。なんか学生時代、まあ今も学生ですけど、あ、曲が終わるかな。なんかね、学生時代も生徒会とかをやっていたからか、部活動とかすごい毎日忙しくて、毎日何か忙しくやっててまあだからこそかどうかわからないですけど、どんな時も時の流れ早く感じるんですよね。だからなんか年取ったらもう私どうなっちゃうんだろう、毎分毎もうなんか日々秒で生きてることになっちゃうのかな怖っなんかかっちゃんさん、店員さん、リさんのみよさん、こんばんちょいということで、こんばんちょいです。かっちゃんさんもいらっしゃいませ、ありがとうございます。ゆっくりしててくださいね。インドコマンだっけ、こっちか。そういえばタバコとお酒税率変わったんだった。そうなんですよね。でもなんかあんまりちゃんとは店員さん調べてないんですけど、タバコは吸わないし、家族でも吸う人がいないんですよね。だからあんまりなんか身近なニュースではなかった。お酒もそんな毎日飲むわけじゃないんで、てか夏休みは自粛ばっかりだったので本当に飲み放題できたんですけど、なぜか夏休みの間店員さんお酒あんまり飲まなくてすごい後悔してる。もう今はもう学校に通わないといけないので、車でもう毎日毎日飲めないんですけど、で土日は
店員さんバイトってことが多いのでもう飲めないってなると悲しいですよね。飲んどけばよかったなってめちゃめちゃ思います。悔しき。え、この曲めっちゃいい。え、この曲めっちゃいい。常夏通行さん、この曲めっちゃいい。3月のファンタシア。え、でもこれアルバム曲ですか？めっちゃいい。この曲めっちゃいい。好き。いい。初めて聞いたけどめっちゃいい。こういうの好きですね。爽やかなロック好きですよ。来月にまとめてリクエスト祭り？違う、来月は来月でリクエスト祭りあるんですよ。そうなんだよね。はい、まあ今月は今月でやりますよ。10月は祝日なしで嬉しい気分がします。あ、そうなんですか。でも多分もう今年祝日ってもうほとんどないですよね。確か。とか祝日があるとシーザーさんは忙しくなっちゃうのかな、お仕事とか。秋らしいイラストですね。あ、秋らしいイラストでしょうか。そうかな、だといいけど。シングルではなかったと思う。うん、多分アルバムって言ってましたよね。いや、なんかこれが YouTube になんかミュージックビデオとかないかなって思って、タイトルチューンとかだったらミュージックビデオ率が高いんですけど、このアルバムの中の曲とかだとミュージックビデオないからと思って、もう FM ギノワンでしか聴ける。あ、ここのベースいい。うわ、ちょっとヘッドホン。うわ、いい。ギターも良かった、今のこのシーンってしてるところ。うわなんかこの想像や恒例になって気が、なんかこの前リスナーさんに言われてちょっと意識しちゃってるんですけど、なんかベースに、ベースの音に、あー、ここいい、ここのベースいい。なんかお客さんに言われて気づいたんですけど、なんか店員さんベースの音にはしゃぐよねって言われマジでベースではしゃぎがちっていうのにちょっとなんかお客さんの中で定着してしまっているのがなんかちょっと恥ずかしい。でもギターもドラムも好きだし、なんなら一番好きな楽器はドラムですよ。はい、CM 前ですね、オープニングの後にお送りしたのが桑田佳祐さんで波乗りジョニー、そして今お送りした曲が3月のパンタシアで逆さまのレイディー、常夏通婚さんからのリクエストでした。ありがとうございます。メッセージあったな、どこだったかな。これは変化についての想像のメッセージですね。では後で読みましょう。ツイキャスの方たくさんコメントいただいております、ありがとうございます。コーナーに行く前にちょっとそちらを読んでいきましょう。
トゥーン、トゥーン、トゥーン。まず一番目のコメントがホタルさんですね。いらっしゃいませ、こんばんはということで、こんばんはです、ご来店ありがとうございます。誰かシーザーさんにね、オープニング私が日付合ってるっていう不安でゴニョゴニョしてしまったのに対して、いつかで合ってますよって言ってくださいました。ありがとうございます。シーザーさんいらっしゃいませ。そう、大学はね9月まで休みだったもんねということで、素敵なコロナの中ではあったけど素敵な楽しい夏休みを店員さんは過ごせた気がします。なんだかんだ楽しかったです。だから常夏ツーコンさんいらっしゃいませ、店員さんこんばんは、今日の絵はおたまじゃくしですね。もう本当に伝わって嬉しい、絵ちゃんと描こうマジで。絵ちゃんと描こう。あの先週のですね、秋にしたいことのイラストが焼き芋落ち葉集めて、それであの焼き芋を焼いて食べてる絵だったんですけど、それがあの自他ともに認める、あの誰一人理解できないぐらい、もう店員さんもこれは下手くそすぎる、意味がわからんって思うぐらいの下手さで、誰にも伝わらない焼き芋の絵を作り上げてしまって、よくないよね。今日はあの今日はね結構うまくできて、写真をねあの宣伝用に撮ってくださるスタッフさんも今日いいねって言ってくれて、ちょっとよしって感じなんですけど、今日は変化っていうテーマでイラストを描いております。あのカエルとオタマジャクシがおしゃべりしてるイラストなんですけど、カエルもねそう結構この子供時代と大人になった姿が全然違う、変化していく動物なので、もうカエルちゃんにはぴったりの想像テーマかなと思うんですけど、可愛く描けて満足でございます。今日はねカエルちゃんのお顔も調子いいなと思います。から年取るともっと時間の流れ早く感じるよって、悲しい。もう店員さんこの小中高時代、あ小学校はさすがに6年間とか長かったけど、中学校高校は本当に一瞬だったんで、秒で過ぎてった、特に高校秒で過ぎてった。もう本当になんか学校行事とか部活動とかすごい盛んな学校だったので、あと勉強も手抜きせずやる学校だったので、なんかもう毎日必死に生きてたら、あの卒業式の花道を歩いてたって感じです、マジで。なんか本当にみんななんか自分たち代は多分ほとんどの人が泣かなかったんじゃないかなってぐらい、みんな実感が湧いてなくて、なんかみんな楽しく卒業できたんですよね。最後まで。そのぐらい時間の流れ早かったんで。いや、どうしよう。年取ったら店員さん、毎秒どのぐらいの速さで生きてるんだろう。感覚。怖いな。せっかくかっちゃんさん、店員さん、リスナーの皆さん、こんばんちょいということで、いらっしゃいませ。こんばんちょいです。ありがとうございます。明日の大石座の店員さんの占い、かっちゃんさんから今日送ってくださってます。ありがとうございます。総合運、適当な時間に適当なものを食べているとダイエットにも良くないし、挙句の果てには体調もいまいちに。本格的なダメージを受ける前に食事時間&内容を改善すべき。外食ランチは手作り弁当に変えるなど努力を努めて。実は外食はしない、ほとんどしないので、友達と遊ぶ時ぐらいなのでしないんですけど、最近本当に適当な時間に適当なものを食べてるんですよ。多分夏休みの生活習慣が狂ったせいで食生活もおかしくなってるんですけど、全然深夜にペヤングとか食べてた。食べてた。あ、でも痩せたので、あのそんな特にダイエットとかもしてないので、あの体調がいまいちになってしまうのは良くないですよね。はい、直します。あ、でもこれからは学校が始まるので、もう毎日規則正しい生活に戻るので、多分食事時間とか内容は戻ると思いたい思います。大丈夫だと思います。ありがとうございます。それから雨男レイニーさんですね、いらっしゃいませ来てくれてありがとうございます。ゆっくりしていってくださいね。レイニーさん久しぶりな気がします。そんなことないかな。それから先ほど